おそろいでどちらにお出かけでしょうか。はい、ああ、いろいろ待たせちゃってすいませんね。はい。ああ、おはようございます。はい。ああ、大丈夫ですか？はいはい、持ちましょう。はい。出てきたっけ？どうしよう？ちょっとたくさんするんです。狂犬病の注射ですからね。そうですよね。いや、あれですよね、法律で定められてるんですよね。でも本当そうお仕事があるのによく私たちこうして一緒にしてくださってありがたいです。そうですか。いや、コラージュになってるんです。はい、そうですか。今度モスクワにはい、派遣されるって。そうなんです、そうですか。ビデオカメラですか。はい、すいません、勝手に撮っちゃってすいません。適当に編集しますからね、心配しないように。はい、これね、そうですか。今日は小七島に里帰りですね。すっかり先生によくしていただいて、伊佐子さんもよくしていただいて、はい、はい、お名前はチョコです。チョコさん、チョコさん、そう、チョコよりも墨色してますね。そうですか、はい、まあ、まさみさんもね、里帰りでよかったですね。久しぶりです。もうね、とてもね、はい、2年半ぐらい前のね、そうだったね。あれは台風でね、流れでしたので、はい、これは、佐渡港ですか。佐渡港までの所要時間はおよそ50分の予定となっています。本線は船舶構造上最も安全に設計検討されており、安全にも十分注意して運航しておりますが、万一の場合に備えまして救命装置を備え付けてあります。逆光になってますね。いえいえ、活用方法はお仕事があるのによく仲間にしてくださってご覧ください。ありがとうございます。楽しいね、小敷島の横になればいいね。これここだ。ここで本線のご紹介をいたします。本線は総トン数304トン、船の長さ 47.5メートル、幅 8.2メートルでございます。船体はアルミニウム蛍光金製で、エンジンは2750馬力の高速エンジン2機を備えており、最高速力は約30ノット、通常航海速力は 26.5ノットで、30ノットとは大変なスピードですね。客室は地下1階、窓ビギュアで撮るとなおいいですね。1階客室の前方と後方の2カ所にトイレおよび洗面所がございます。お乗り物は1階客室後方左側に自動販売機を設置いたしております。座席指定室ご利用の方は指定料金が必要となります。地下1階は絨毯式の客室となっております。なお客室内は禁煙となっております。おタバコは30ノットっていうとかなりのスピードですね。
線はまもなく里港へ入港いたします。里港入港前に安全確保のため更新テストをご上陸ください。本日はご乗船いただき誠にありがとうございました。またのご利用を心よりお待ち申し上げます。これが明日この時間に乗るフェリーなんだそうです。今日はお天気にも恵まれてきてると思います。先生ご夫妻とまさみさんのご親切でとても楽に旅が進んでいます。これは車も乗せることができるフェリーで、私たちの車は串木野の方に駐車してきたのでこれ乗るだけですけど、私たちはもう市役所の車が向かいに来てるから近いから、私たちのオークションレンタルそこに行けばいいですか。あそこに行けば、そこがあれですから。あ、そうですか。すごいですね。あそこですか。まさみはそこにね、レンタカーに住んでて、レンタカーに住んでて持てる、大丈夫。いやいや、僕はそんな、まさみさんもここで私たちは